今日はもうやることがないし、少し散歩にでも行くとするか。やっぱりアンダーワールドは空気が美味しいな。家族で森林浴に行ったことはあるけど、現実世界でこんな匂いの空気を吸ったことはないかも。ん？あれはシノンだ。ぐっすり寝てるな。寝ている間に獣や魔獣が来たらまずいし、ここで見張り番をすることにしようか。起きないな。よほど疲れてるのか。さすがに何もせず見張りをするのに疲れてきた。獣や魔獣が出るかもしれないのに、こんな無防備な姿を晒して寝ることなんて普通はない。体調が悪いのかもしれない。だとすればそれも心配だ。気持ちよさそうに寝てるとこ悪いけど、起きてもらうか。仮眠なら天幕で取った方がいいだろうし。おい、シノン。完全に寝てるな。シノン、シノン。ダメだ、大きめの声をかけてみても起きないなんて心配だな。うん、何かいい方法はないか。あくまでもこれはシノンを起こすためだ。決していたずらなんかじゃない。シノンの方って柔らかいな。あーじゃなくて、つついても起きないなんておかしいな。よし、ここは精神攻撃で行くぞ。シノンさん、シノンさん、 GGOA の月額料金未納を確認いたしました。ペナルティとして AMR ティアマトを募集させていただきます。ちょっと待って、口座から確かに引き落とされてたはずよ。お、起きたか。え、 あんた、なんでここに。ああ、たまたま通りかかってさ、シノンが寝てるから心配して見張ってたんだ。あ、もしかして今の声って。ちょっと、一体何するのよ。何のことだ、俺は別に何もしてないぜ。変な夢見てうなされてたみたいだな。嘘つきなさい、あれシステムアナウンスじゃなくてあんたの声じゃない。悪い、ついシノンがよく寝てて、見張りの間退屈だったからつい。もうびっくりさせないでよ。 AMR ティアマトはレア級武器なんだから。それにここでは時間が経っているように感じるせいで見直したかなって錯覚することがたまにあったし。本当にすみませんでした、つい出来心で。しょうがないんだから。それにしても私ずいぶん長く寝てたのね。その見張っててくれてありがとう。獣が出たら危ないところだったわ。いや当然だろ、シノンに何かあったら困るし、俺のためにシノンはここまで来てくれたんだ。何があっても俺が守らなきゃいけないだろ。まったく、あんたって本当自覚がないのが罪よね。どういうことだ。何でもないわよ。でも珍しいよな、シノンがうたた寝なんてさ。実は近頃寝不足でね、今日はちょっと気分転換に散歩に出たんだけど、なんだかすごく眠くなっちゃって。寝不足？寝れないのか。ええ、最近よく嫌な夢を見ちゃうの。そのせいね。嫌な夢？でも大したことじゃないわ、ただの夢だから。あの、シノンさえよければどんな夢か話してくれないか。
え？力になれないかもしれないけど、悪夢は人に話した方がいいって言うだろう。そうかしら。もちろん嫌ならいいんだけどな。わかった。話すわ。あんたにとってはずいぶん前のことになるだろうけど、あのね、あんたが STL でダイブする前、アスナと私とキリトの3人でダイシーカフェで話をしたでしょ。ああ、確かその時に俺がラースやアンダーワールド、フラクトライトの話をしたんだよな。そう、すごく不思議な話で、魂はどこにあると思うっていうあんたの問いかけが今も忘れられないわ。それでそんな話をした後に私は二人と別れて帰った。でもあの後すぐ、さっきまで元気に笑ってたあんたが刺されたって聞いてすごく驚いて怖かった。そうだよな。俺もその時の記憶は遮断されてるのか、アスナに教えられるまで忘れてたけどさ。ねえキリト、私アスナにも言ってないことがあるの。アスナにも言っていないこと？なんだ？本当はね、私あの時誰かの視線を感じたの。視線？ええ、ねばついた視線、殺気みたいなものかしら。 GGO で狙撃手に狙われた時に感じるものに近かった。でも振り返れば誰もいなくて、だから気のせいだと思ってそのまま帰ったの。でもあんたが刺されたって聞いて、私が感じた視線の相手が犯人だったんだって気づいたのよ。そうだったのか。ごめんねキリト、私があの時キリトに声をかけていればキリトは刺されなかったかもしれない。あれがゲームの中だったら多分私が気配を感じた先にいる相手を探ってた。気のせいだなんて思わずにちゃんと探っていれば。あ、いや、シノンがそんなことしなくて本当に良かったよ。俺はもう誰かが自分のために命を落としたりするのが嫌なんだ。この世界の人たちもリアルワールドのみんなも無事でいてほしいからさ。だから後悔なんてしないでくれ。現に俺はここにいてこんなにも元気だろ。それもシノンたちが俺の回復のためにログインしてくれたからもう一度目覚められたんだ。現実の体はどうか知らないけど、STL の身体機能回復効果は確かだからな。何はともあれ、ラースのバイトに誘ってくれた気候家さんに、その点では感謝だ。キリト、それでも、私はゲームの中だと狙撃手になれるのに、現実では、ただの非力な高校生でしかない。そう思い知ったわ。それは俺も同じだよ。だからあんな簡単にジョニー・ブラックにやられちゃったし。でも俺は刺されてこの世界に来たことを悪いだなんて思ってないんだ。変な話なんだけどさ、俺がこの世界に来ることになったのは運命みたいなものだなって思うんだよ。ここでユージオやアリス、いろんな人に会えたし、いろいろなことを考えさせられた。ここでの経験はもう俺にとってはかけがえのない記憶の一部なんだ。運命ね。もしかしたらあんたと私が出会ったのも運命なのかもしれないわね。私が SAO の世界であんたと出会わなければきっと私は孤独なままだった。本当の自分を誰にも知ってもらえないまま苦しんでいたと思うわ。デスゲームの中を生き抜くのは恐怖心もあったけど、あんたに出会えたことは私にとって何よりも大切な思い出よ。俺もだよ。シノンに会えてよかった。他の子にも同じようなことを言ってるんじゃないの？だってあんたの運命はいつもたくさんの女の子を巻き込むもの。なんだよ、人聞きが悪いぞ。冗談よ。聞いてくれてありがとうキリト。私この世界でもあんたと一緒に戦い抜いてみせるわ。あんたの支えになれるように。それは頼もしいなシノン。